馬ヶ岳城は、武全国京都郡にあった、日本の城、行橋市指定史跡。京都平野を見下ろす、標高216メートルの馬ヶ岳山頂に、築かれた山城で、馬ヶ岳は、二子ブラクダの背中のように東西に二つの頂があり、城の遺構はその峰を中心に車が形成されており、東西に長く、上域で最も広い西の峰が本丸。 東の峰が二の丸と考えられる。東の峰にある二の丸から峰に下る尾根には約500メートルの土塁が現存している。現在、西の峰の本丸には日田市標中碑が立っている。近隣には五所型に広報石があり、山麓には安山祈願の神社二次神社がある。馬ヶ岳城の始まりは、天行五年に聖は源氏の祖とされる。 源の常元によって築かれたことによる。後に、立花の金よりの一族が上司となった。その後、立花の死が続いたが、二平元年に九州に流されていた、源のためともの攻撃を受け、立花の頼行は自害して、草の氏が上司となった。文治元年、尾形小型恒吉の一族、小形九郎が平家に反旗を翻して籠城した。その後は、 小西の支配に置かれた。南北朝時代に南朝方の菊池武重の攻撃によって、再び落城。南朝、延元五年、広告元年、北朝、略王三年には、日田義元が入城し、日田義氏、日田義高の三代にわたって支配した。そして日田義高の第二、菊池氏の攻撃によって、またもや落城した。戦国時代に入ると、 文語国の大内森美の攻撃を受けて落城し、森美の子、大内教皇が上手となった。文明元年、大内教皇は、王人の乱で、大内氏総領、大内正広留守中の巣王国で無本を起こすが、東広島守と戦って敗北、馬畑城に逃亡して、文明3年12月26日に違い、当氏が上手となった。文紀元年には、 足利義澄の命を受けた大友近治の攻撃を受けた。永昇元年には和志津氏が上司となった。工事2年には熊城武しぶが入場したが、翌年7月に大友義重の攻撃を受けて落城するなど、大友氏、大内氏、毛利氏の争奪の舞台となり、近隣の河原竹城、松山城、岩石城と共に、数多くの攻防戦が繰り広げられた。 天正6年に長野氏が馬ヶ岳城に入り、居城とした。そして長野氏は天正14年から始まる豊臣秀吉の九州性伐において豊臣軍に降伏した。翌年に秀吉が九州に下校して、武善国小倉城に入った後、馬ヶ岳城に立ち寄り宿泊した。九州性伐の後、 武全国に所領を得た黒田義孝の居城となったが、同年には中津城を築いて居城とし、馬形城は中津城の市城となった。慶長5年の関ヶ原の戦いによって、小笠原氏が新たな武全国領主となると、その属城となった。慶長20年6月の一国一条例によって、廃城となった。ありがとうございます。